ああ、上野駅は、1964年5月に発表された日本のポピュラーソング。あるいは同曲を収録したシングル。作詞、関口義明、作曲、荒井英一、歌唱、伊沢八郎。オリジナルモノラル音源シングル版のレコード番号は TR、TR-1053。以後 TP-2022 でステレオ版として再発売。 1976年に600円に価格改定とともに TP-1125 と買い版1985年には予想位も、新たに宿東北上越新幹線上野駅開業記念として700円版 TP-17687 が発売された。関口義明は上野駅で見かけた。 集団就職の少年たちを題材に詩を書き、農家向け家庭雑誌、家の光の検証に応募、一位入選を果たした。これを見た東芝レコードの近藤秀夫によりレコード化され、当時ほぼ無名の若手歌手だった伊沢八郎が歌った。一位入選作は大物歌手によってレコード化されるという触れ込みであったため、関口は落胆したが、歌手を志して、 青森県から単身上京した伊沢自身の人生も重なり、発売後間もなく、金の卵と呼ばれた集団就職者などから支持と共感を得て、高度成長期の世相を描いた代表的ヒット曲となった。いわゆる段階の世代を中心に、心の応援歌として多くの人々に勇気と感動を与えた楽曲であり、伊沢の代表曲との呼び声も高い。ああ 上野駅の累計売り上げは100万枚を記録した。オリジナルの音源はモノラルで、オリジナルバージョンの発売当初は、途中のセリフは吹き込まれていなかったが、伊沢八郎が、テレビの歌番組に出演中に、父が亡くなったことを知らされ、伊沢本人曰く、感想の途中で即興で、アドリブで入れちゃったセリフが反響を呼んだために、後にセリフ入りバージョンをレコーディングして、改めて発売したという。 囲碁ギジステレオ化され、B 面曲を同じく伊沢のヒット曲である、北海の満月に差し替えた、ベストカップルシリーズは、上野駅、北海の満月として再発されている。1985年、定畜レコードから発売された、シングル、R、青森 B 面に、ニューバージョンが収録されている。 定築から発売されている CD に収録されているのはオリジナルではなくこちらである。2001年12月、東北本線にリバイバル急行、津軽号が運転された際、出発セレモニーで伊沢はこの曲を歌い、駅長と共に津軽号の発車の合図をした。2003年には上野駅に花火が混流された。2007年1月に伊沢が亡くなると、 第39回思い出のメロディーで追悼として氷川清が歌唱した。伊沢の娘である工藤祐希は父の死後の記者会見で、ああ、上野駅はパパの残してくれた大きな宝物。だから、ああ、上野駅は私が歌い継いで見せますと宣言している。NHK 紅白歌合戦では伊沢によって披露されたことはないが、1982年の 第33回 NHK 紅白歌合戦で、福島県郡山市出身の西田敏之が歌唱した。ああ上野駅の下避2003年、元プロボクサーのファイティング、原田や、集団就職で上京した中小企業、経営者らによる有志団体によって、上野駅、広小軸地前のガード下に、ああ上野駅の下避が混流され、同年7月6日に、 伊沢屋作詞者の関口、吉住博史大東区長、上野駅長、有志関係者ら約2000人が参加して、除幕式が行われた。下避は高さ2.6メートルで、C62 形状機機関車や駅に降り立ち荷物を持ちながら歩く、学生服姿の若者たちが描かれたレディーフ板タと歌詞の名盤からできている。上野駅界隈のご当地ソングとして、広く知られるため、下避も、 観光名所の一つとなっている。混流費用や維持費など、計2000万円は、ほぼ寄付で賄われたという。2013年7月28日には、上野駅開業130周年を記念し、上記の可否から連なる13番ホームにおいて、発車メロディとして採用された。その後、2016年11月1日に16.17番線の発車メロディー、 シエロ・エストレラードと入れ替わり、現在は16.17番線の発車メロディとして使われている。すべて作詞、関口義明。ありがとうございます。